豊橋市立湘南中学校は愛知県豊橋白大津町にある公立中学校を。章は、明と、同義で、表す、明らかにするの意味で、南は、豊橋の南を表している。杉山地域に、泉が、丘団地が開発されたため、生徒数は、増加傾向にある。クリーンエネルギー実践校として、風力発電設備や 天気測量器を導入している。総合学習で環境問題に取り組んでおり、風車が2台設置されている。この風車は2000年に当時の1年生の有志によって、この地域は冬場は強風が吹くことから風車を設置してはどうかと学校側に提案し実現したものである。しかし強風による風切り音に対して住民から苦情が出て何度か、 風車を改良している。風車で発電した電気は、防犯灯、生ゴミ処理機印刷室の一部電気などとして使用されている。学校近くの潮川干潟の清掃活動なども、行っている。豊橋市立ローツ小学校区と豊橋市立杉山小学校区からなる。2010年6月18日、静岡県浜松市北区の浜名湖において、 静岡県立三日美青年の家の野外教育活動として行われたボート訓練中に起きた事故。教師二人及び一年生の生徒18人、合計20人が乗った、全長約7メートルの手漕ぎボートが転覆したもの。この事故で一年生の女子生徒が死亡した。当日一年生、約90人が午後1時半からの陸上での座学などを終えた後、 20人乗り及び30人乗りの手漕ぎのカッターボート、各2隻に分譲し、小雨が降る浜名湖に漕ぎ出した。静岡地方気象台によると、当日正午過ぎ浜名湖周辺には、大雨、雷、強風の各注意報が発表されており、午後3時半ごろは、平均風速で6.2メートルの風が吹いていた。当日警報ではなく、注意報であったため、 活動が実施された。生徒の船酔いなどで操船ができなくなり、青年の家のモーターボートが駆けつけ、約20メートルのロープを街頭のボートにつないで、栄光中午後3時15分頃転覆したという。女性教諭の証言でも、栄光後しばらくして、オールが飛び、そしてボートがひっくり返ったという。転覆後2名の教師のうち、男性教諭と数人の生徒が、 水面に投げ出され、女性教諭を含む他の何人かの生徒は転覆後のボートの中に取り残された。浜松市消防局によると、午後3時31分事故の一報が入り、午後4時2分に水難救助隊が到着し、ゴムボートで救出に向かった。別のボートに乗っていた男子生徒によると、最初に救助の船が来てから助かるまでに40分ぐらい、 かかったと話している。生徒1名が死亡した件について、浜松市消防局は22日、救助の途中に遭難者の数え間違いがあり、捜索活動が遅れた可能性を明らかにしている。救助後に、小岩や収容先の病院で転校を行ったところ、当該生徒がいないことに午後4時38分に気づき、 午後5時51分に転覆したボートの中の、線尾付近でうつ伏せに浮いた、心肺停止状態の女子生徒が発見されたが、その後病院で死亡が確認された。2013年2月12日、静岡県警察はいずれも、事故当時の小南中学校の校長と、三日日青年の家の所長、訓練を実施した運営会社、小学館集営者プロダクションの、 プロジェクトマネージャー、訓練指導者及び、静岡県教育委員会の課長と県の職員一人の、計6人を、業務上過失致死の疑いで、書類送検。同年3月26日、海南審判で、横浜地方海南審判所が、元所長に、小型船舶操縦士業務の2ヶ月停止の採決。2015年1月28日、静岡地方検察庁は、 業務上過失致死罪で元所長を在宅起訴他の5人を権威不十分で不起訴処分とした。2015年11月26日、静岡地方裁判所が元所長に禁錮1年6月、執行猶予3年の判決。2016年4月7日、犠牲者の遺族が元校長を不起訴処分とした静岡地検の処分を不服として、 静岡検察審査会に審査を申し立てる。同年10月6日、静岡検察審査会は、静岡地検の元校長の不起訴処分を不服とし、不起訴不当を議決。2017年3月9日、静岡地検は、元校長を再度不起訴処分とした。ABC、ボート転覆、20人投げ出され、女子生徒一人死亡浜名湖毎日新聞。 2010年6月23日閲覧。震える唇怖かった。浜名湖、ボート事故。朝日ドットコム。2010年6月23日閲覧。ABC、遭難者数へ間違い。女子発見遅れ。浜名湖転覆。読売新聞。2010年6月23日閲覧。浜名湖ボート転覆。 遺憾後栄光初めて青年の家所長謝罪。毎日新聞。2010年6月23日閲覧。AB、浜名湖ボート転覆。オール飛んだ瞬間に、共有証言。毎日新聞。2010年6月23日閲覧。浜名湖ボート転覆。中一死亡浜松市消防局。警防課長。情報作綜を反省。毎日新聞。 2010年6月23日閲覧。浜名湖ボート転覆。懸命の救助実らず、助かるまで40分かかった。毎日新聞。2010年6月23日閲覧。元校長ら6人を書類送検浜名湖、ボート転覆事故。日本経済新聞。2020年8月10日閲覧。海難審判の採決がありました。浜名湖。 カッターボート転覆事故を考える。2020年8月10日閲覧。浜名湖ボート転覆事故施設元所長に有罪判決遺族は、元校長の不起訴処分に、不服申し立て。産経ニュース。2020年8月10日閲覧。浜名湖ボート転覆、学校の責任とう静岡検察審に遺族申し立て、元校長の起訴求める。静岡。 毎日新聞、2020年8月10日閲覧、中、有料記事のため前半の未掲載。社会解雇2017年に、東三河で起きた災害や事件事故の数々、東愛知新聞、2020年8月10日閲覧、浜名湖ボート転覆事故に関するカテゴリー、ありがとうございます。